リアルスティールは日本の競争馬。主なカチクラは2015年の共同通信杯、2016年のドバイターフ、2017年の毎日王冠。場名の由来は米国の SF アクション映画から。2012年3月1日、北海道有府津群阿比町の農山ファームで生まれる。2014年12月4日、ゲート試験に合格。12月27日、 福永祐一安城で阪神競馬場第5競争の新馬戦でデビュー、新馬勝ち。2戦目は2月15日の共同通信杯を選択。3番人気になるも直線で1番人気のドゥラメンテをかわし、1着となる。ドゥラメンテに唯一先着したレースでもあった。タイムは1分47秒1と2013年にメイケーペガスター記録した。 コースレコード1分47秒0に次ぐ記録となったほか、共同通信廃信上初の一戦一勝馬の勝利となった。勝利後は、ノーザンファームしガらきへ放牧された。サツキ賞へのトライアル競争は3月22日のスプリングステークスを使用。一番人気に押されるものの直線で、北サンブラックをかわせず2着に敗れ初の敗北となる。4月19日のサツキ賞では、 後位から直線で抜け出すも、後方から一気に追い上げたドゥラメンテの二着と敗れた。その後は再び、ノーザンファームしがらきへ放牧された。5月31日の東京優春では、後方からの競馬となり、直線で伸びたものの四着となった。6月2日に、東京優春の競争中に、左第一四骨剥離骨折を起こしていたことを発表。9月2日に、気球、 9月27日の神戸新聞派へ出走。骨折後初出走ながら、ディアファルの2着と検討した。その後の10月25日の菊花賞でも、北山ブラックの2着となった。12月27日のアリマ記念も視野に入れていたが、矢作は、年内は、休養に充てること、ドバイ参戦を目標にすると発表した。コバとなっての初戦は、 2月28日の中山記念を選択。ダービー以来のレースとなったドゥラメンテラに敗れ3着となった。3月3日にドバイターフへライアングーア騎場で参戦することが発表された。ドバイターフでは直線でベリースペシャルをかわすと1着でゴール。2015年2月の共同通信杯以来となる勝利を海外 GI で達成した。勝利後は休養し、 安城を福永に戻し6月5日、安田記念へ参戦するも11着に沈んだ。秋復帰初戦は、毎日王冠の予定であったがこれをパスし、天皇賞、秋からとなった。英心光、モーリス、アンビシャス、ルージュバック、ラブリーデーラ有力馬が相次いでエントリーする中、7番人気という低評価であったが、4コーナー10番手より、 上り33.5秒で刺して、モーリスの2着に構想。続く、ジャパンカップは、北サンブラックに次ぐ2番人気に押されるも5着に、終わった。2017年毎日王冠初戦の中山記念は、ネオリアリズムの発着と赤敗。その後、ドバイに遠征し、連覇がかかった、ドバイターフに出走を予定していたが、外傷性微出血を発症し出走を回避。休養を挟み。 10月8日の毎日王冠は、中団待機から直線で鮮やかに抜け出すと、外から追い上げてきた里のアラジンの追撃を振り切り1年半ぶりの勝利を挙げた。本番の天皇賞、秋は不良馬場に泣き4着に終わる。初戦のドバイターフは、ミカエル・バルザローナとのコンビで出走するも3着に、敗れる。帰国後、6月3日の安田記念は、見せ場がなく15着と大敗する。 その後、放牧に出されていたが、右前足に、手指骨人体炎を発症したため現役を引退、ヤシロダイスタリオンステーションで、種ボバ入りすることになった。競争場引退後は2019年より種ボバとなり、ヤシロダイスタリオンステーションで、つなぎようされる。同年のシーズンオフからは、シャトルシュボバとして、オーストラリアで、つなぎようされる。以上の、 競争成績における内容は netkeiba.com リアルスティールの競争成績。ドバイターフはジャービス全競争成績に基づく。ありがとうございます。